にちは。頑張りすぎずにおしゃれ見えファッション発信しております京子です。大柄女子の着痩せコーデを発信しております宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ61キロ。2人の体型の違いを生かしてお洋服の着比べやご紹介をさせていただいております。本日は無印良品さんの購入品紹介行ってみたいと思います。先日無印良品さんの新宿店で撮影させていただいて、その帰りにですね購入してきたものをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでください。それではスタート。はい、一着目はこのコートです。カシミヤコンチェスターコート、紳士ライトグレー XL サイズです。はい、買いました。買っちゃったね。買っちゃった、思わず買っちゃった。で、このアウターはねメンズの XL なので、めちゃくちゃでかい、長いの。まずその長さにびっくりしたもん、うん、あと色味かな、再生ウールだよね、うんうんうん、ちょっと色味が混じった感じので、あとね実はちょっと黒も迷った。あ、黒もあったっけ。黒もあって、黒はね真っ黒なんですね、うん、で、まあ、真っ黒もめちゃくちゃ使いやすいだろうなって思って最後まで迷ってたんだけども、うん、まあ、やっぱりちょっとこのねグレー、ちょっと白っぽい感じのグレーがいいなって思ってグレーにしました。おしゃれ、可愛いです。ちょっとねただ気になるのは畳で置いちゃいけないことかな。あ、畳でね届いたので畳じわがついてた最初。保管するときは必ずかけて、うん、保管は必須かなと思うんだけど、まあ、でもよく考えればアウターを私畳で保存することってないので。私ですらない。アウターはさすがにかけるので多分もうあの生活が始まってしまえばそんなに気にならないかなとは思ってるんだけど、うんうん、って感じですね。中に着てたこのトップブスもご紹介します。コットンカシミヤクルーネック T シャツ、婦人オフシロ L サイズです。ムジラボだね。これも撮影の時もねこれずっと着てたと思うんですけど、うんうん、それで気づいていただけたと思うんですが、とにかく万能なんですよ。もう何でもかんでもこれを入れとくと本当におしゃれに見えるので、うん、毎日の制服的な感じで使えるトップスだと思う。こちらのブラックも買いました。ミヤコにちょっとブラックを着て出てもらおうかなと思います。はい、みやこが黒着てくれました。これねめっちゃいいです。実は2人で2色ずつ買ってるから今4枚あります私京子と同じサイズで、うん、同じ色を白と黒買ったんですけど、うん、本当に買ってよかった。なんかさ待って、お腹のところすごい出っ張ってんだけどそれ何これ、ね、あの今お昼食べたばっかでここ外してるっていうね、うねより出てるのピコンってそれはね思ってたんだけど映ってないからいいかなと思って。あ、なるほどね、ごめんごめん突っ込んじゃった。はい、これは1枚で着れるピタット系ですね。おお、1枚で着れるピタット系のあったかいバージョン。はいはいはい、はい、最強。首も空いてるしね。そう、なんならもうこれで今日帰りたい、うん、ちょうどいいよね。ちょうどいいよね。重ね着も対応できるし、うん、1枚でもいけるしっていう、うんうん、もうこれはみんな買った方がいいっていうやつ、うん、素晴らしいやつです。 L サイズだけどね、あの手のこう半分ぐらい隠れる感じで、すごいいいです。はい、アウター来ました。でかい。私さこれ京子が着た時に、あ、これ私もマジで買っちゃおうかなって思ってたのね、うん、でも着ていてよかったちょっとね私にはハマらないです。はい、ハマらないそうです。理由は、うん、多分肩幅が京子はなで型なんだけど、うん、私は結構ガンダムで、そのガンダム型にこのメンズのここがモリッと大きいタイプのコートを羽織っちゃうとこんな感じにこう大きく見えるというか、うんうんうん、これが好きな人もいると思うし、かっこいいという見方もあると思うんだけど、うん、私はちょっと好きじゃない、残念。こっちも買ったのよね。カシミヤコンジャケット紳士ライトグレー L サイズです。さっきのアウターの、まあ、短いバージョンですよ。そうだね、ジャケットです。こちらも購入しております。好きそう。まあジャケット好きとしてはね置いて帰れないわ。なんかあのニットジャケットですね、雰囲気的には。これもちょっとシワ感がね出やすいと思います。そうだね、こことかも気になると思うんですけど、うん、あのねお風呂にかけとくといいと思います。浴室乾燥の時、乾燥かけなくても大丈夫。え、普通の状態でお風呂にかける意味があるの？外じゃなくて。そう、シワを取りたいじゃない。普通にかけとくよりもお風呂に入ってる湿度 100%
ットみたいな状態のところにかけとく。そういうことね。ことによってかなり伸びます。だから例えば洗濯した後にかけてた服でぎゅうぎゅうに入っちゃって服がシワシワになっちゃったみたいな時とか、でももう洗ってあるんだよなみたいなやつあるじゃん、うんうんうん、かもう浴室にかけてお風呂に入る。え、濡れないの？濡れない。子供とかいたらちょっとあれかもしれないけど。あ、なるほどなるほど。旦那さん入る時とかにかけといてもらえる。確認だけど浴室にかけたままお風呂に入るの？そう。へえ。私はめちゃくちゃよくやります。そのシワが若干ついちゃったみたいな、だけど洗うやつじゃないってやつをお風呂にかけて、その状態で入るんだ。入る。若干まあ水滴飛んでもいいよぐらいの気持ちでかけとくってことね。なんかさ2列になってて、うちのお風呂かけるところが、うちも2列あるけど、この奥にかける。手前はかかっちゃうと思う。ああ、そういうことね。うん、うん、でも分かんない。今日こんちのお風呂広いからな。広くないよ。ちょっと騙されないようにしよう。まあ、とりあえずでもさ、ぶっちゃけ濡れてもそんな問題ないから、まあ、それが目的だからね。水蒸気を。そう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 。ということでこのアウターもシワを取りたいかなと思うんですけれども、うん、まあまあまあ、でもその可愛いじゃない、このでっかい感じとさ。でもさ本当にごめん、なんか文句ばっかり言って申し訳ないんだけどさ、さっきのコートとこのジャケットさ5000円しか買わないのよ、うんうん、24,900 円もするの、そのジャケット。すごく高くない？うん、すごく高い。普通にシンプルにこの色味のこういうでっかいジャケット探してもないのよ。もうこれは出会いかなって思ってときめいたので、普通に買おうと思って買った、うん、こういうジャケット大好き。はい、みやこ来ました。どうだい？さっきのコートと感想は変わらない。あ、なんかでっかく見えるな。でも確かにそうだよね、うん、それがかっこいいっていうジャケットなのかなって思ったりはしたけど、なんかコートみたいなの。本当にこれが似合う人になりたかったわ。まあ似合ってる似合ってないはもう自分で決めちゃうわけですからね。みやこが普通にちょっとタイプじゃないってことだよね多分ね。でも私がこういうこと言うとさ、絶対コメントで、うん、そんなことないって言ってくれる人がねいつもいるんだけど。似合ってるよって。そう。でもね結局やっぱ好きじゃないっていう方が大きいかもしれない、うんうん、だから好きな人はぜひ2万5000円出す価値あるコートだと思います。あ、コートじゃない、ジャケットだと思います。はい、はまりません。すいません。はい、はい、ではこちらです。自然のまんまの色、カシミヤクルーネックセーター紳士ベージュ L サイズです。カシミヤのセーター、これもまあまあ高いです。こちら24,900円。ふん。ジャケットと一緒だ。なるほど。高いな、そう考えると。ただ買ってしまいましたね。これ本当に着色してないんですって。この色味、モンゴル高原のカシミヤを無精色無漂白で仕上げました。手がこう加えられてないこの自然な感じのねカラーがとても素敵なんで、柔らかくて、でこの滑らかさはもちろん落ち感もあって、でっかく着られて袖のこの感じとかも可愛いんです。ちょっとくるんってなってる感じ。あー、ほんとだ。ここね、うん、ここもちょっと裾もなってます。こだわりがあるね。そうそうそう、っていうのがちょっとポイントになっているカシミヤニットなんですが、まあ、ちょっと高いよね。ムジラボの店舗が何かを麻痺させてる気はする。かっこいいよね。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいです。あの世界観に浸って買い物するのめちゃくちゃ私的にはおすすめなんだけど、うん、買いすぎないように注意って感じ。たまたまねやっぱ選んだのがムジラボが多かったんですけど、うん、インラインもね正直可愛いものたくさんね紹介してきたと思うんですけど、うんうん、あれマジで欲しいのよ。あの日ね撮影終わってすぐ選んで、そうバッて買ったからね。うん、ほんと時間なくて、うん、って感じだったので、もうちょっとゆっくりね見たいなと思います。はい、みやこがカシミヤ来ました。これは好きです。なんか落ち感すごいありますね、うんうんうん、滑らかでゆるっとこう落ちていく感じが、うんうん、好きですわ。かわいいわ。優しげ。すっごい優しいママになれそう、うん、上品だねすごい。そうだね、うん、私ガンダム気になってるんですけど、うん、そんなにこうガチってなる感じもボコってなる感じもなく、うんうん、ほんと自然にこう落ちていく感じがすごく素敵だと思う。着丈もめっちゃ長いね。おー、いいいいいいね。すっごい欲しいのに2万5000円っていうのがすっごい悔しい。まあちょっとなかなか買おうとね、なかなかね、まだその領域には至っていない。可愛いのに悔しい。はい、それではインラインのセーターです。大豆繊維を使ったミドルゲージクルーネックセーター紳士ダークグリーン XL サイズです。実はこれ動画で紹介していません。あ、そうだそうだ。さっきのカシミヤも実は紹介してません。そうだね。本当にあの無印さんの撮影ね、可愛いものがありすぎて撮影しきれなかったんですよ。うん、だから買ってきたの。
ここで紹介する。これは大豆で作ったんですって。このセーター、大豆の絞りカスを再利用した繊維を一部使用している。すごくない？しかも綿はね、アフリカの自然が育ててくれたらしい。ほう言い方はすごい。アフリカの自然が育ててくれた。どの素材で作るかっていうのにすごいこだわってるんだなっていうのを感じたよね。うん、これからあれができるんですかみたいなのも展示されてるのを見せてもらったりとかして、カポック、そうそう、結構感動というかこちらですね、とある時期からはこの後ろのディスプレイに追加したんですけれどもですね、気づいていないと思う、うん、誰も知らないと思うけど代官山のね、ムジラボさんに行った時にレコードをねくれたんです。粋なプレゼントだよね。そうで、このレコードはムジラボさんの代官山店で流れている BGM が入ってるんですね。普段の無印のさ、ちょっと軽快なさ、タレンタレランみたいな感じのさ、うん、音楽とはまたちょっと違った洗練された感じの音楽が代官山店では流れてて、それはそのために作られたんだって。いろんなさ音が入ってるって言ってたよね。使う素材をそのアフリカとかまで調達しに行った時に現地で録音してきた音ですって言ってて、うん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 、そんなことあるって思った。 それをこのなぜかレコードに入れてくれるっていう。レコード流せる人いますか？実は実家で流せるっていう。あ、うちはね、そう、たまたま実家で、でやめてやめてねうちはその父親がね、めちゃくちゃレコードが好きなんですよ。でなんか帰るとジャズ流れてたりクラシック流れてたりっていうとか、実家に帰った時には聴けるんですけど、うん、家にも宮古の家にもないのでレコードプレイヤーが、うん、ディスプレイにしようということでこちらに飾りました意外とフィットしてるっていうねマーシャルも持ってきて、うん、こういかにも聞く人風な感じのディスプレイになっています。はい、そうで、これはねやっとこの話に行くんだけどこれ実はね色が可愛くて、うん、このカラーじゃなくてね青が一番好きでした。ネイビーみたいな。そう、うん、ネイビーが欲しかったんだけど XL サイズが売り切れてて、で次に可愛かったこのグリーンの XL 買ってきたんだよね。内ヶ島さんっていう可愛い目印の方がいて、その方がいつもねアテンドしてくださったりするんですけど、内ヶ島さんがネイビーのこれ着ててめっちゃ可愛かったよね。それ着たいってなったんだけどなかったっていう。内ヶ島さんはこの下に白いロンティーみたいなの入れてた。ネイビーネイビー合わせで着ててめっちゃ可愛かったので。可愛かった。うん、これめっちゃ着心地もいいです。見てこのテロンゆるん感。着心地いいんだそれ。めちゃくちゃいい、すごい気持ちいい。素材感がこんな感じになってて、とってもね滑らかな感じがすると思います。すごく気持ちくて幸せを感じるニットかな。そんなに分厚くないのでね、ちょっと宮古に来てもらおうと思います。はい、宮古来ました。ハマったんじゃない？最高、出た。気持ちいい。安いやつの方がハマるのかなんか安い女みたいで嫌だなでもね、このニットね、最近着たニットの中で一番気持ちいいかも。わかる。なんだろうこれ、伸びるんですよめっちゃ。そうね、伸縮性あるよね。こういう感じ、うん、伝わると思うんですけど、うん、なんかもっちりしてて、うん、しっとりしてて。そうだね、しっとりもっちりが似合うかも。でなんかすっごいすっごいいいホテルに置いてあるバスタオルみたいな。ああ必死でいいこと言おうとして頑張った。違う違う違う、これをなんか伝えたくて、この素材感というか、うんうんうん、で落ち感あるからすごい華奢見えするし、うん、長いし、うん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 、ああこれはちょっとやばいわ。これやばいよな。しかも買えるし、これに関してはもう私オンラインだな。もうああもう来たもんね。もうポチるこれめっちゃ使えると思うので、うん、おすすめです。はい、無印良品さんの購入品ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。私はこれ欲しい。これしかハマらなかったあとこれ、いやこれもハマったけど高いんだよ。そうだよね。ちょっとだからさ、ちょっとムジラボに汚染されてたの。汚染じゃない、ムジラボに侵食されてたの心が、うん、インライン限定で買うのありだよね。いや、ありありっていうか、インラインでもこんなに可愛くて、そうなの、気持ちよくて、そうなのってやつがあるんだから。それではこの動画がいいなと思ってくださった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。